今回メイトをやっていきたいと思います。ちょっとキヨさんのねゲームやってる曲流れてるかもしんないけど、あんま気にしないでください。はい、いきなり診察室ちょっと飛ばしてるんですけど、最初ここ髪の毛絡まってて、ハサミで切って、ここに来たって感じです。ちょっとマップを見せたいと思います。邪魔する。はい、いらん。で、受付でまず帰ってきた時に、でこの金庫から鍵を手に入れて、スタッフルームへ行き、ハサミと大切な資料とかをここら辺から取りました。そして現在やってるのはお昼なんですけど、弟は寝てるんでなるべく静かにしようと思って、でこれ開くといろいろあるんですけど、後でちょっとずつ読んでいきたいと思います。まあこれ結構前からのやつだから、まあ大体は知ってるんで、こういったらなんか変なやついました。助けて殺してやるって書いてあったけど怖っていう、それめっちゃビビる。初見ではマジでビビるんで気をつけてください。そういえば最初に言ってましたけど、ネタバレありです。赤ちゃん聞こえない、赤ちゃんの声聞こえない、下押したらだるます。でどこかいっぱい押してみたりすると、はい、これ押してたら21、血がつくっていう、気持ち悪。で次ここ行ったら鍵閉まっとって、鍵閉まっとってハサミで切ったらなんか変なジジイ来て気持ち悪と思ったっていう。で次ここね、なんだっけ、これ言ったらなんか閉まってたんですけど瓶が割れたらしいです。これひねったら水出てきました。ここ顔出てきてたな。これ覚えておいた方がいいかも。4時7日に血まみれ縫合用練習模型らしい。お腹とか縫い合わせるときの、ああいうのですね。じゃあ次。これ、どうやら、マップの、ちょっとここら辺にあるこの矢印を押すと、移動できるらしいですよ。これ知らなくて。なんか手形ついてますね。ね、ここはまだ行けないらしいです。お手洗い。確かここにお手洗いとかに、ね、なんかいっぱいあった。トイレは清潔に押したらマガタマ手に入ったんで、よかったら手に入れてください。これスライドすると見渡せます。多分チュートリアルで出てきます。変な絵描いてある。ねえ、これ絵が目注目してほしいんですけど、こっち向いてたのが、はい、以上です。今現在持ってるのは、はい、握りをやるとアイテム手に入ります。組み合わせて血液パックっていうか、輸血用点血点滴か、組み合わせると血まみれの鍵が手に入ります。そしてこれと、あ、これもなんかいろいろ探してたら出てきました。覚えてないです。で過酸化ナトリウム精製水を、あ、箱から出てきました。ルミノール粉末、
組み合わせると血液反応液が出てきます。鏡を見るとちょっとついているので使うと矢印が出てきます。そしてタップすると出れるようになります。鏡をね、割れるので。そして刺している方を見ると、これも私も初見だったのでビビりました。そしたらここからミンチョンの日記ページ3を手に入れることができます。資料はコンプすることで悪いことはないです。コンプリッツっていうのがあって、あれはマジで初見でクソソビビりました。いやマジであの反応が来たのは今回初めてだったので、他に探していきます。ホビー室、シュート室、うっせうっせ、静かにできなかったのかな。エアー室、真っ暗で何も見えない。参加がないようです。うん、ここでアイテムの血まみれの鍵を使ったら開けれました。ここはね、現在、病室です。血まみれですね。大体は、ここら辺はもう知ってます。で、これ、カルテのようなものが落ちている。この、ドアの左下ら辺にカルテのようなものが落ちています。赤黒く変色している。長玉、器の近くら辺を触ったら、できました。ガシャンガシャンっていうの、臭いっすね。ち。長玉、ゴミからゲットできます。タオルが数枚入っている。まあ、病室ですからね。花瓶を触ると映えます。はい、一回スクロール貼ります。中に何か入っている。委員長の日記が手が出てきます。きしょいですね。死んでくださいということで、はい、いろいろ触ってると次、まあ覚えてないですけど、ピッピ言ってます。そしてこれはスタッフルームからだということです。はい、病室に行きましょう。そしたらここがボコってなってます。はい、ベタベタになります。気をつけてください。家の教えてなかったですね。で、一瞬にして、はい、血の跡が、アイテムに、人体模型。そしてこのカルテを取っておきましょう。カルテっぽいやつ。外観写真。そして謎のルービックキューブっぽいやつ。そしてこれ、超めんどくさいです。遊び方は、シンプルに横移動とかすると、はい。一応見せておきます。ルービックキューブの遊び、マジックルーブ。マジックキューブの遊び方、マウスタイダウンをタッチ&スワイプ。全体を回転させたいときは、キューブの外側からタッチ&スワイプ。全面の色をすべて赤にすると、何かが、これが壊れて出てくるってやつなんですけど、これ嫌いなんですよね。何回か、分かりやすいようにしたら、しかも赤は何色かあって、嫌いなんすよこれ。難しいですか。今回は私マナダマで5つ毎回そうやってたんですよ。
これ、まがたまでやっていいですか？はい、やらせていただきます。はい。すぐに解くと、はい。全面にして、完全値を全部見ることができます。そして、ここ。なんだこれ。で、足で何か当たって、懐中電灯を手に入れることが、あ、ペンライトか、懐中電灯じゃないんかい。なんでペンライトね。ってことで、ここでちょっと、いいものをしてあげましょう。はい、組み合わせます。そうすると、小型ペンライトと電気がつく。これを使いましょう。これ。そうすると変な子供が出てきます。ちょっとビビりました。そしてなぜかここはつまみ色であります。これ以外はもう行くところはないですね。これも、見ないと活性のうちないんで、飲みましょう。はい。で、アイス。電気をつけたからなんです。そして委員長ですね、あのおじさん。最初のところにも来たんですよ。このお札、裏に何かがあります。委員長の日記ページに、ここですね、ここ。ここに急に手が出てくるので気をつけてください。ここ、はい。気持ち悪いですね。ここはあんま微妙になかったですね。ゴムドームの走り書き。じゃあそろそろ資料を読んでいきたいと思います。そろそろ病室が開きます。まずは、最初のところ、受付行って読んでいきたいと思います。うざい。読めてください。はい。汚れた髪が落ちている。で、いろいろあるし、触ると新聞紙などが手に入ります。じゃあ読んでいきたいと思います。ですが、まだ院長のっていうページがね、すべてできてないんですよ。まず一番最後、もういいか。じゃあ病室行きたいと思います。で、うざい。はい。メイト。これ、スマホ自体を揺らすと、なんか、鏡っていうか、針が、言ってくるらしいですよ。何回か振ってから、タップしたりしたら、ありを手に入れることができます。ここ、ウルシオスがあります。気をつけてください。そして、何の音と近づいてきます。取ると、ウルシオが来ます。そして、こっちを見て、ここ、見ると、骨のこぎりがあります。これ取ってください。絶対取んないと、マジで、必要です、マジで。つけた。そして、ここめっちゃ落としやすくあるんですよ。はい、ここからですね。ここちょっと音量消して、見てほしいです。私に音量消そうかな。はい、こ
よく持った方がいいかな。まず最初はガチめに逃げるんですよ。そして主人公はトイレに逃げ込みます。気持ち悪いですね、相変わらずこの世は。そしてまた手術室に行きます。そうすると今さっきあった死体がなくなります。あの死体の意味は後から知ることになります。はい、ここ千葉さんの日記を手に入れることができます。これですね、血まみれの手術着、触ると出てきます。手術室って見ててあんまいいものではないですね。そして診察室、マップじゃない、アイテムで、まずこれ組み合わせてください。そうすると組み合わすことができます。まずここ組み合わせましょう。で、使うタップすると腕を縫合できます。主人公病院大丈夫、すげえ。手の部屋が開いて、使いの鍵を手に入れることができます。そしてここ縫合の隣にある、ね、棚をタップするとこんな風に出てきますね。アイテムで小さめの机の鍵を使いますと、鍵のところをタップすると開きます。そうすると誰がどんなものを好きなのかっていうのを覚えなきゃいけないらしいです。はい、これはちょっとめんどくさいんで後でいいですか。ね、で、これ邪魔っすね、どうやって。はい、ここで必要になります。472にしていきましょう。472、こんな感じで検査ができます。ここに人体模型を使ってください。で、動かせます。タップして。そして、検査させます。4、7、2、検査。そうすると、謎の鍵のようなものがあります。これが多分、分かってる人は分かってるんだろう。それと、組み合わせ、歌のこと、見せ方。骨のこぎりと全体向け。これ組み合わせると、車の鍵出てくるんですよ。なんでこんなところにって思うかもしれません。そしてこれでここの資料が大切になってきます。なぜ4ページがない?探していきましょう。スタッフルームの鳥、あ、ちなみにここにたまにちっちゃい男の子がいます。気をつけましょう。レントゲン室はね、歌って何もないです。いろいろ探していきます。うんちゃんの日記よ。お、歴史年表。全ては取っていなかったようですね。ここで21に気がつきます。タップすると21に何かあったりすると、で貯金でなくても普通に出てきます。ちなみに音は動きません。はい、もう少し探してみましょう。いろいろ探していきます。はい、診察室はこれ以上の場所ですね。
病室。まだ見てないところがありました。布団のところタップすると出てきます。子供の落書きを手に入れると何かに覗いてきます。気持ち悪いですね。レアス、ここ来ると指電力でロックされてしまいます。これ回転ができます。これ血のところもちゃんとやらないといけないです。ヒントはこれだけですね。違うようだ。私まだ編集技術ないんでカットとかできないっすね。ごめんなさい。こんな感じか。はい、じゃあちょっとやり方は分かったんで教えていきます。まずつまみらはこれ換気点させてください。そしたら血の後に当てて、この血のついてるやつも、こうやってここつけてください。そしたら、長いやつここ。そしたらこれをここに置いてください。この長いやつは、これ。長い方を下向きに。そしたら最後のピースはここにはめると、ね、解除ができます。鍵を開けることができますね。そして本物のハッピーエンドを目指したいので、頑張りましょう。ということで、ここは診察室に行かなければなりません。患者のカルテさん、まずこの人タバコが好き。タバコ、犬の散歩、ではなく、これメモって書いてありますね。タバコ、香水、タバコ、香水、車。タバコ、香水、車。タバコ、香水、車。メガネ。タバコ、香水、車、メガネ。忘れちゃった。まずは、タバコ、香水、車。メガネ。じゃ、最後は、飛行機。飛行機のおもちゃ。違うようだ。車、タバコ、ファイルが足りないようだ。合ってるけど、ファイルが足りない。だそうです。委員長の日記ページ4をちょっと探していきましょう。自分的にももう忘れちゃったんですよ。探してないところ。どこだじゃん。受付か？ここだ。院長の日記を最後受付に戻って、出口の方に見ると出てくるそうです。資料を見てみましょう。すべて揃いました。あと一つ。あと一つはどこでしょう。新聞紙はもう見つけたのか。見つけました。千葉さんの写真。日記か。外観写真。
診察室にあるんでしょうか。関わってんの。リアルですね。なのに色白黒とか赤とかしかないのがちょっと怖さを増してますね。まあ大体は読んでないんで、ちょっとずつ探していきましょう。はい、見えない人。手術室に何かある、何かあるかもしれません。タップする場所の方が見つかりやすくなって何でしょう。レスだったね。これがしかし、委員長に今が関係しています。そしてあと一つ、何がないのでしょう。自分にわかりません。病室。探さなきゃ。どこだ？ちょっと探してみます。どこやら、トイレは清潔に。見れば見るほど面白い。ゆがたま、なんかタップしてたよ。多分、ここら辺？反応はないそうです。ここら辺なんかいろいろタップしてたら出てきました。トイレットペーパーとかいろいろタップしてたら出てきました。そして全ての資料が揃いました。ので、診察室へ行きたいと思います。車？温水？タバコ？メガネ？こっちは？今唯一ないのがタバコか。車？なんだっけ、忘れちゃった。ってことでもう一度見てみましょう。タバコ、香水、タバコ香水、タバコ香水、車、メガネ、タバコ香水、車、おもちゃ。タバコ香水、タバコ香水、車、ちょっと気をつけてください。確かここがメガネだった気がします。ということで一生懸命書いていきます。はい、車、タバコ、香水、メガネ、飛行機、バールを手に入れます。そしてここ脅かし中、急になんか変なババアがこっち見てます。気持ち悪いですね。ってことで、ここで霊安室に行ってください。そして、ここ。釘を使ってください。そうすると自分の親友がいます。友人。ここで眠っています。このまま一人と逃げる手がありますが、全クリを目指したい方は、で行き、受付行き、ここへ行ってください。はい、早く出してくれと友人がせかします。そしてバックミラーを見て、あれ委員長ですね。何も資料を見ずに終わってしまいました。申し訳ございません。実はここ廃病院起きたことをすべて話しました。
真の人物はいなかったという。だけど僕たちは確かに見た。昔はそこで何を起きたのか。後輩病院では惨劇からずっと医者の亡霊がメスを探し、さまよっている。達成率 90%。誰かの魂が宿ったに違いない。落書きの目があり、動くなんてありえない。私見ましたよね。これは現実タイプ。実績見る。見たいっす。ちょ、見させてください。あー、ミスった。また最初からっすね。スキップしたいな。もうめんどくさいんで次回に回していいっすか？次回またあの全ての資料を見つけたところでまた最初からっていうか、はい。見せてください。あとこれ2も出ているようです。めんどくさいですね。あれマジで私ずっと詰まっててわかんないっすよ。で、あ、これ。で、ミニゲーム、黄金のメス隠しっていうのがあります。院内に3つの黄金のメスが隠されているので、院内を困らなく探し、できるだけ早く3本のメスを手に入れましょう。メスは光り輝いています。見つけたらタップでゲット。これが自分たちが院長を送って、お気持ちを知れるというゲームですね。なんという謎のゲームという。でもこれは結構楽しいんですよ。はい。例えば、今まで見れなかったところが見れたり、はい、まずここに行く。どう？これは、毎回同じ場所にあるとかじゃないです。気持ち悪いね。で、隣のロッカーも見えるようになってるんですよ。ここ。ナースコールですね、これ。たまにここにあったりするんですね。水捨てたってないのに水の音が聞こえるとか。ここが見れるようです。髪の毛が挟まっている。気持ち悪いですね。髪に貼り付いてたりするんですか？なんか下にいませんか？後ろ見てるとか、なんかいろいろ書いてあります。はい、次。お母さん、ください。はい、2個目。手術室だそうです。後ろに立っていましたね、今。何でしょうか。探し物の邪魔をしないでいただいてもよろしい。光ってるやつはなさそうですね、ここには。ビルトルメーターがなくなった。だから、あのビルトルメーターは何も関係ないということだ。もう、ビビった。下の上もね。なんで院長こんなところにいるの？
みんなの想像出すね。出していきましょう。悪霊退散とかいろいろ書いてある。出会う人ってもうちょい物静かなイメージだった気がするんですけど。これちっちゃいのは、あの子供の例の場所ですね。すべてのところが開けるそうです。ここだけ開きません。ちっちゃい、もう小病気ずつ作られていたんですから。もうできないようです。これだけで3分も経っています。そして動画の尺がどんどん過ぎていきますね。ごめんなさい。まあ、サクッとお手柄に見れるものじゃないんで。受付をもう一人探してみたいと思います。でも、まあ、コミックとかもないですか。あの順番じゃないと見つけられないと思ったんですけど、他にもちょっと、生き方とか、あ、なりました。はい。院長、死にかけてんじゃん。ってことで今回はこれで終わりたいと思います。ちょっと、ムニートの、なんかいろいろね、実績っていうか、なんかいろいろ見れなかったのは残念ですけど、いろいろそうやってすぐ集めて、次回、見せたいと思います。その頃にはちょっと動画投稿しておきたいです。はい。ありがとうございました。それではまた、高評価、チャンネル登録お願いします。なんか落書きがあるみたい。